言ってくださって、そうほんまにやりたかった、嬉しかった、誰も否定しなかったし、そう絶対みんなやりたいって言ってくれたし、めっちゃ嬉しい、公演できたらほんまに、よかった、嬉しい、超嬉しい、うんかさんもね、ねそう卒業しちゃうから、うん、よかったよかった、そう終わっちゃったありがとうございました。終わってからもね、もっと金マートでやりたかったって言ってくださって、うん、ほんまにもうほんまになんかいいんですよ、取り消してもやばいやばい、まさかの取り消し、卒業取り消しです、はい、まさかまさかねえ。でもなんかキュンマートに戻ってくると、わあこのチーム大好きやなー、わかります、もうなんか安心感がすごいのよ、キュンマートのすごいですよね、本当に、うん、あのくじ引きしたとは思えないですよね、ほんまにそう、ほんまに誰かが仕組んでましたよね、あれは神様が仕組んでる、そう神様が、神様が絶対仕組んでるのよあれは、そうそうそうって思っちゃうぐらいなんかいい感じにまとまりすぎてて、すごいですよ ねびっくりした、ゆずもほんまになんかほんまに、うん、もうなんか幼馴染っていうか長年一緒にいた感じしますよね、わかる、しかもなんかちゃんとさ、あの帰省上の先輩から一番新人の子までさ、うん、ちょうど集まってたから、うんうんうん、それも良かった、いや、うん、本当にそうは思えないぐらい仲良かったですよね、いやそうなんよ、ほらメンバーが強かったって、嬉しい、それはでも本当にゆずはさんのおかげなんですよ、もう最初からずっと、もうやっぱゆずはさんコミュ力すごいじゃないですか、もう上も下も関係なく仲良くしてくださるから、嬉しい、そこでもう一気にグーンって距離縮めてくださって嬉しい、よかった、そう、そう言ってもらえて、もうゆずはさんなかったら今の気もあってないですよ、嬉しい、ね、でもなんかみんながさあんま人見知りしやへんやんか、うん、割とだからこそなんか何みんなと仲良くなりやすかった、うん、メンバーとタイピとかわかんやんもんね、うん、もう最初から結構グイグイ来てくれるタイプだったから、今ではキャプテン、副キャプテンになって、ね、本当にあっという間よ、知らない間に大人になってるな、みんな、うん、そう思ったら感動的ですよね、うんうんうん、それこそ、うん、なんかこの間結構前なんですけど、B2 またいだんですよ、うんうんうん、その時に、うん、バカニャンとアイピが仕切ってくれるじゃないですか、うん、その環境に行くのがもうなんかすご すごすぎてなんか確かにあんなに怒られてたりしたりとか、うんうんうん、注意されたりが一番怖いやったのに、そう、そんな二人がケイトのことをすごい誘導してくれるんですよ、うん、いい関係性やだって思って、だってキュンマートではケイトがその立ち位置やったわけやん、仕切ったりとか言ってくれたり、でもそれが逆になってるってことやもんな、そう恐ろしい、でもなんか、うんうん、節々が、うん、節々ところどころねところどころアイピのその仕切り方がケイトにちょっと似てるんですよ、なんかで それがうわ見られてたんやなって思って、めっちゃいい関係性、うん、やだ、嬉しかったけど、いいね、もっとちゃんとしておけばよかったと思いました、うん、いやケイトはちゃんとしすぎてるほんまに、だってゆずさ副店長でさ、はい、ケイトがいない時、はい、公演で出てない時にさ、はい、やったりしてたけど、はい、ケイトってこんな難しいことを、いやいやいや、あんななんか涼しい顔でこんな涼しい顔してた、そうしてたよ、まあ、こんな涼しい顔でこなしてたんやと思ってすごいなと思って、ほんまにケイトがいないたびに言ってくださってましたよね、それ、そう帰ってきたたびに、そうほんまケイトすごいわって言ってねそれぐらいケイトは難しいことをしてくれてました、ありがたかった、すごいんだってキュンマートからさ3人やろ、うん、キャプテン2人で、うん、副キャプテン1人でさ、もう1人は NMB のキャプテン、そうですよ、恐ろしいわキュンマート、ほとんど、うん、渚さんもその前の絵本のキャプテンされてましたし、ね、すごいよな、恐ろしい、すごいな、そうそうそう、ケンマート、そう考えたら、悲しいよ、本当に本当に悲しい、今の絵本もすごい楽しいけど、うん、やっぱケンマートは特別なものがあるというか、なんか違うんですよね、うん、なんか、うん、どっちもいいんですよ、違う良さがあるけど、ケンマートはケンマート、そう、M は M、 は M、 そう、どっちもどっちの良さがあるし、うんうんうん、なんかケンマートもね、なんかみんなが甘やさしてくれるからさ、ケンマート特に先輩が多いし、うんうん、そう、こじりも後輩やけど年上やから、うんうん、
なんかそうやって甘やかしてくれる環境があって、教室それを1年ぶりに感じて、わあ、わあこのチームいいな、大好きやなって改めて思った。めっちゃ嬉しい。大好き、キュンワード。ね、本当に、うん、本当に終わりたくなかったかも。あっという間やもんな。早かったですね、ほんまに。本当にやだな。リバイバルできたらね、よかったんですけど、なかなか、うん、ね、時間がね。そう、本当はゆずらも全曲やりたいなってね、もうずっと言ってましたもんね。ゆずはさんが卒業発表した時点でも言ってましたよね、うんうん、言ってた。キュンワードしましょうって、そう絶対しようとか言ってたけど、ね、時間がね、ライブとかいろいろ重なっちゃって。そうそう、思ったよりもゆずの卒業が早くて。え、そうなんですよ。何してるんですか、ゆずはさん。ゆずはびっくりしたよ。ゆずはさん、そう、マネージャーさんからさ、はい、急に連絡が来て、はい、その発表、ファンの人にさ、6月12日に卒業公演しますって発表する前日とかに LINE が来て。え、そんな感じなんですか。そう、卒業が6月12日になりましたって書いて、で明日の何時にアップしますみたいな感じで送られてきて、やばい、これはキュンマートできるか分からへんって。危なかったですよね、本当に。ほんまに良かった、できて嬉しい。もう、そう、再本とは私が話して、うん、スケジュール話してた時は、うんうんうん、渚さんが出れなかったんですよ。で、7人公演の予定だったんですよ。うんうんうん、危ねえ。そう、で、もう仕方ないけど、うん、ビデオ出演とかにしてしようかなみたいな話してたんですけど、うんうんうん、めっちゃ頑張ってもらって嬉しい。8人でって言って。いや、そうよな。もうだから奇跡の時間だったんですよ、本当に。もう あの時間だけが、もうだって何、出演メンバーの中に渚さんの名前入ってた時めっちゃホッとしたもん。うわー、よかったと思って。みんなで、皆さんに言ってなかったですもんね、ケイト。言ってなかった。そう、ちょっとずっとドキドキして。ごめんなさい。これ渚さん出れるの？微妙ですみたいなしか連絡してなかったですよね。申し訳ない。ずっとヒヤヒヤしてた。どっちか、なんかギリかもですみたいな。うん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 、ほんまに良かった、うん。最後の最後に。ねえ。もう一段落したので。明日もね、そう、近重さんも毎日大変ですからね、ほんと。昨日ね、ご飯行きましょうって言ったら、そうです、近重さんにご飯行きましょうって言ったら、いやー、じゃああかん。俺、毎日公園ついてるから。遊んでばいちゃうね。遊びじゃないんですよ。ご飯行くの遊びじゃないんです。普通に近重さんとなんか、お話なんかいろいろ聞いてもらえたらなと思って誘ったのに、はい、遊んでばいちゃう。遊びじゃない。近重さんもね、今日入れて2日連続で冠ライブ、そう明日もね、夢逃げのリバイバル公演があるから、うん、それがあるからちょっとバタバタらしくて大変。めっちゃテンパってましたもん。なあ、昨日喋ってきに、え、ご飯今っていう顔されてねえ。近ぼよバチ当たるわって書かれてる。まあ近重さんはね、そういっぱい頑張ってくださってるから仕方ない。眠たいよ絶対。そこですか。眠たいよ。眠たさ絶対。じゃゆずらより大変やん。いや、そうですよ、ね、近重さんほんまにマジすごいと思う、ね、こういったメンバーといる時の爆笑が見えなくなるのか。もうやばいよな。来週なったらもうそれがないんです。なんでやめるんですか。あれあれ。え、ちょっと、うん、ちょっと卒業発表した後に、うん、うわ戻っとけばよかったとか、なんか、うん、あの卒業やめようかなみたいな、はいはいはい、何回もある。ええー、あるんや。あるよそりゃ。そうか、ありますよ。やっぱまだ間に合いますよ。やめよ。もう全部発表されたのに。やっぱりエモでいる時とか、ライブした時とか、あとキュンマートでいる時もなんかみんなと話してる時に、うん、なんやろ、やっぱ楽しすぎてその時間が、うん、うわここから離れたくないってめっちゃ思うようになった。やっぱり発表するとだってもう最近すること全部最後のってついてきますもんね、うん、この間もね、昨日か、うん、通常公演最後の通常公演ってそう舞台監督さんに言われて、うわーもうこれもっと続けてなんか続いてほしかったなってめっちゃ思ったし、私たちが一番思ってますから。もうファンの方と私が一番思ってますよ、それは。ほんまに
しかもれいちゃんが ね悪いんですよ。れいちゃんがいつもゆずやめるのやめてやとかなんでやめんのってそう言ってくれ てそれを言われるって余計揺らぐというか。あ、本当ですか。やめないでください。やめないでください。やばいやばい。揺らいでください。もっと皆さん揺らがしてください。そう、それぐらい大好きでメンビーが、うん、メンバーが好きすぎるね、うん、未来も言ってたけど、悲しくなっちゃう。そう、何が嫌ってやっぱメンバーと会えへんくなる。会う時間が少なくなったりとか、公演ねもう出なくなるとか、その時間が悲しい。やっぱそうなりますよね。やっぱり会えるけど、うんうんうん、やっぱ頻度減りますもんね。めっちゃ減ると思う絶対。悲しいよ、やだよ。会ってくださいね、卒業しても。絶対会いたい。もうメンバーにみんなに会いたい。もう毎日会いたい、メンバーに。あ、全然いつでも待ってください。マジもうほんま毎日劇場行くわ。来てください、もう近重さん並みに劇場行くわ。住んでるんちゃうか。いや、ほんとにお願いします。時折チラッとステージに来たよって。やばいって。そんなんでいいんで、来たよ、やばい、ね、もうメイクもしないといいんで。ドスピンに来たよ、はい、来たよって。やばいやん。マックから覗いてください。ねえ、もう悲しくなっちゃうよ、本当。泣いてんのかな、卒業公演で。想像つかへんねんけど。じゃあ。ねえ、一週間ないんですけど。ない、あと6日。やばい。今日が何日？6日です。6日は、6日はあと12日やから。早いわね、本当。やだやだ。そう、8年って。長いよな、そう考えたら。いやそうですよ、8年一つのこと続けるって、うん、あっという間やもん。でもそうですよね、うん、全然昔の記憶がなさすぎて、あまりにも、うん、私もそう6年目とかですけど、うん、そうやな、あっという間です。早かったよ、マジで。あー、カレッジねえ、次は卒業公演ですね。やばいな。卒業公演平日なのをなんとかして。そりゃそうよな。でも確かに、でもほんまなんかもう1週間、昨日が1週間やって卒業ま で、ね、なんかすっごい早く感じた1日が。昨日から今日もめっちゃ、だってもう9時とか思って。あ、そう、時間ですか。そういうことですか。もう9時もう9時と思って。今日も9時。それでもあと3時間でさ、日付変わったらあと5日ってことやった。あ、確かにそう。もう9時、そう、もう9時やんと思って。小学生みたいな。もう9時寝ないと。そう、そっちそっち。そうなんや。確かにそういう考え方ですよね。そう、そういうことを考えたらね、あっという間に感じる。確かにね。懐かしいわ、いろいろ。うわね、なんかめっちゃファンの人から10期で入ってこないんですかって。めっちゃおもろい。やばいって。そう、20歳で10期で入ってくんのやばいって。やばいやばいやばい。まあ確かに和田美優何歳で入ってきたか。おらんとこで。和田美優もな、そうですよ、年上やもんな。みんな懐かしい。卒業公演までの時間何して過ごすん？でもずっと山でバーベキューしたいって言ってくださってますよね。うん、したい。もうやめてからでもいいから、やりましょう。そう、もう全員、まあ本当は全員集まりたいけど、うん、集まられへんくてもいいから、 M のみんなで何かしたいなと思ってます。したい、うん、したいよ。ミラコの卒業公演は出ますか？出ないね。もうやめちゃってるのよ。ギリいけるんじゃないですか。出たいよ。もう出るよ、全然全然。公演出ますよ、私も。公演大好き、ほんまに。 9.5 期生の可能性。みんなに敬語で、おはようございます。ほんまや、そうなったら私先輩になります。やばい、やばい、ケイトさん。ケイトさん、この立ち位置教えてもらっていいですか。やばい、そんなもうめっちゃ完璧にできますね。もう、あ、これでなんか教えようかみたいな言うんじゃないですか。だってもうユザさん、フリーできるじゃないですか。確かに。だから他のメンバーにメモもこれできるんだよ。そうですよ。こうやって覚えた方がいいよ。でも9期生とかが先輩になるんで、うん、やばいやばいやばい。そうですよ。さかたんさん。めっちゃ違和感あんねんけど。アミタンさんです。うわい、ほんまや。あやみさん。あ、そうですよ。やばい、恐ろしいわ。
そうなる日を楽しみに待ってますね。そうね、22歳までやったら応募できるので、はい、そうですね、ちょっと考えてみようと思います。入らんやろな。楽しい。ランキング発表していっちゃおう。13位から、13位、電気ビリビリさん。すごい名前。ありがとうございます。12位学説さん、ありがとうございます。11位リオさん、ありがとうございます。10位トマトさん、ありがとうございます。9位ミキちゃん、ありがとうございます。8位アスカちゃん、ありがとうございます。7位リサちゃん、ありがとうございます。6位アサガさん、ありがとうございます。5位ナオキさん、ありがとうございます。4位コニタンさん、ありがとうございます。3位ランさん、ありがとうございます。2位ガルゾーさん、ありがとうございます。そして1位ヒロキ R さん、ありがとうございます。これ何、クマ、クマちゃんですね。かわいいクマもありがとうございます。皆さんケイト行く、はい、あ、持ってきてくれるんですか。いいよ、全然優しい。行きましょう。じゃあ行きます。はい、13位加藤さん、12位かずみさん、11位青葉のつけ麺さん、すげえ名前。10位サラさん、9位セイキさん、8位ケイトにタコ投げられたり、タコ投げられてる。7位ナワテさん、6位チャウチャウさん、5位コバンさん、4位ノリピさん、3位ガチナツリさん、2位ライフさん、1位ひたつふたつみつさん。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね、今日でキュンマートは閉店です。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんじゃあね、バイバイ、また会う日まで。バイバイ。じゃあこちらもありがとう。